はい、では次行きましょう。ですね、ちょっと作家数多いのでですね、名前はあれですけれども、ですね、駒込倉庫で行われておりますサステイナブルスカルプチャー、という展示についてですね、行きたいと思います。これ大変素晴らしい展示です。もうね、あんまりね、期間ないと思うんでね、もう今すぐにでも行ってくださいね。これ絶対見るべきです。はい、若手のですね、素晴らしい作家たち、ここに今名前バッと出てます。こういう作家たちがですね、リーサヤさんですね、リーサヤギャラリーのリーサヤが、企画して行っております。駒込からも歩いてすぐです。ちょっと場所分かりにくいかもしれないですけどね、はい、ぜひ行ってください。まあこういう場所です。こういう場所ですね。はい、でごめんなさいね、ちょっとね、日差しでちょっとね、飛んじゃってるんですよね、これ多分。すいません、ちょっとこの写真ね、ものすごい日差しが入るところで、日差しで結構飛んじゃってるんだけど、これでいきますね。こういう場所です。で、まあ、外はね、多分グラフィティみたいな、ライターみたいなのが確か最初に書いたんじゃなかったとかと思うんだけど、そういう場所ですね。で、ここですね、ここにこう、吊り下がってるのありますね。これ、二刀剣斗くんですね。で、これ彼はずっと重力の話をやってる作家ですから、これはまあ、家族の誰かですよね、でやってるんですよね。で、この上の方にですね、まあ、もう一個作品がありまして、それは子供の子供からですね、ニョキニョキってこう生えてるとね、つまりこうなってるのとこういうふうに下に下がってるのっていうのが、このここね、この、天井を境にこう上と下にこうピュッとこう分かれているって、こういう作品になってるんですね、実はね。はい、意外と気づきにくいからね、もうちょっと分かりやすくやればいいのにと思ったけどね。まあまあこういうガラス張りで倉庫、まあ本当もともと倉庫だったところ、はい、こうかっこいいですね。はい、まあまあこれありまして、はい、まず折原知恵で、折原さんですね。で、折原さんなんです。おっと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 。で、折原さんなんですが、これが、線香の松。ね。これ実は松なんですけど、全部線香なんですね。で、この枝、ごめんなさい、幹のところも全部、線香でできてます。だから全部燃えます。ね。そういう、作品ですね。で、まあ、彼女は、もともとは岡本太郎賞で、年子賞かな、を取りまして、その時はおせんべいでですね、自分の折原家っていう墓を作ったんですね。で、なんでおせんべいかっていうと、彼女家が おせんべい屋さんなんですね。で、5人兄弟かなんかのね、4人兄弟だったかな、かなんかのね、末っ子なんですよ。折原知恵。女の子ね。で、お父さんはね、なんかお兄ちゃんとかに、お父さん言ってたけど、お兄ちゃんとかについて、ゲームとかについていけなくてよく泣いたりしてたんだとか言ってたけどね、今はなんかね、結構強い感じの、強がりな感じの、人に育ってますけどね。助手やってたんだけど、今年で最後だと思いますね。先端でね。で、そういう作品。で、これ火つけて燃やしたりしてたみたいですけどね。で、これ結局最後は全部灰になるんだっていう。まあ、常にですね、彼女は生と死っていうものに、こう、ずっとこう、テーマを持っている作家なんですね。で、もともとなんかちょっと、お寺とかに行ってたことがあったみたいで、そういうところからもですね、まあ影響を受けてるみたいですね。ただ僕なんかね、彼女のね、死の受け取り方ってなんかね、なんか変だなと思うんですよね。何なんだろうな、なんで線香なのかな、よくわかんないんだよな。せんべいで墓作るとかね、線香で待つっていうのもよくわかんないでしょ。なんか似てるからかな、見た目が。でも異様に作り込むんだよね。だから折原さん、多分やっぱ死の感覚がね、多分ね、人と違うんだよ、本当は。だから、なんかね、そうだね、だからそこをなんかね、もう、なんかもっと分かりやすく表現できそうな気がするんだけどな。ね、すげえ分かりづらいっちゃ分かりづらいんだよな、なんか。自分の涙とか汗からね、全部作った汗でなんか塩を大量に作りたいとか言ってね、言ってたこともあったけど、なんかそれとか怖いでしょ。だからめっちゃ怖いよね。だからね、
あのね、生きるってことの中に死が含まれているってことがあまりにも自然なんだろうね、彼女の中で。で、それってやっぱりさ、普通の人はあんまり感じないことでしょ、生きてる時に。それがね、すっごい自然にこうある人なんだろうね。だからそこをこう、あの二項対立的にバッとこう分けてるっていうことが、とできてない人だから、しない人だから、だからこう表現がね、こうなんかこう、あのぐる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 ね、こう一緒のところにね、ぎゅーっとこうね、ねじ曲がってるみたいなね、そういう感じがするんだよね。まあそういう作家ですよね、面白いですよね、うん。あのちなみにこの作品ね、あのうちにありますよ、 S ハウスにあるんで、見たい人は岡山まで来たらいつでも見れます。まあ今ちょっとね、開けれてないんですけどね、すいません。あのうちの両親もなかなか年なもんで、感染症の問題があってちょっと開けれてないんですけども、またね、開いたらぜひ見に来てください。普通にあのありますんで、はい。おい、次、あ、これですね、はい。まあこれディテールですけどね、ディテールもよく凝ってるんですよ。まあ上手ですよね、どんどん上手くなってますね。たくさん作ってますからね、これも。これちっこい方です。で、これ下も全部あの灰です、これね。灰はなんかもらってくるんじゃなかったかな、どっかから。どっかのお寺から。そういうのうまいんですよね、彼女。すごい。どっかからもらってくるみたいな。そういう能力大事ですよね。はい。あ、で、これをね、チーンチーンとか鳴らしながら、こう、お線香が燃えてくっていうのをずーっと撮ってるって、こういうやつですね。はい。これも別にちょっと分かんなかった。これね、あの掛け軸なんだけど、これ立体になってるっていうね。うん。で、ここがこう、あのこういう風にピュッピュッてこうやって消えてるじゃない。これが、あの、なんていうのかな、あの、このコンピューターで消したみたいなのね、シュッシュッて消したみたいな、そういう感じになってるのよね。これすごいかっこいいかったですね。僕、あのこの立体があるよりも、これだけの方がかっこいいんじゃないかなって気がしちゃったけどね、僕はどうしてもね。という気がしまして、ちょっとうるさい感じがするかなって感じがした。まあそれ僕ね、あれかもしれない、あのそのお茶席のイメージがあるかもしれないけどね、まあこう見えてね、茶道もね、僕免許持ってますからね、まあそういうイメージがね、どうしてもついちゃってるのかもしれないですけどね、はいはい。これ何さんなのか分かんないんだけどね、これまあ彫刻ね、はい。これ誰だったかな、これも名前言った方がいいかな、一応あるか、これかこれあるわ。ね、さっきのがね、入江さやさんですね。これが入江さやさんかな。うん。恋のち、五島竜ダスト。ほう。これ掛け言葉にしてんだな。ファイブヘッドドラゴンダストにしてるけど、面白いね。恋のち、五島竜かな、ダスト。なるほど。面白いね。タイトルいいね。これすごくいいじゃないですか。へぇ。消しゴムで消してるんだって。あ、骨董品の掛け軸を消しゴムで消してんの？そのカスを素材として。なるほど、そういうこと。えぐいね。えぐいことするなぁ。えぐ、うわ、なんか心が痛むな、俺そういうの。でもうわ、でもすげえな。まあまあ復活させてるからね。そういう作品ですか。なるほど。いやー、えぐいっすね。こんなに消しカス出る、めちゃめちゃ。でもこんなに、あー、でもあれか、本画だからあれか、あの布だから大丈夫なのか、削れてないのかな。すっげえ、これはそういう作品だったそうですね。これが、七からげ、綾乃さんですね。七からげ綾乃さんね。うん。うん、まあ、風化していく木の姿みたいなね。これ、あの気持ち悪い、こう、うーってこうなるようなね、こういう感じですよね。なんて言うんでしたっけ、こういうのね、柄がね。そういうやつですよね。こっち、すっげえ綺麗なんだけどね。リーさんがそういう作家が好きなのかな。5、大野綾子さん。あ、これなんか詩みたいな書いてあるな。これちょっと分かんないな。分かんないけどすごいかっこいいですよ、これ。あのミニマルでね、はい。でね、これがね、紹介したことあるでしょ、宮原貴弘くん。宮原くんやっぱいいっすよ。
はいはいはい。ね、まあ、石についてね、石、これがね、石がね、動いたりしてるの、これ。ここ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 って、まあ中に多分磁力が入ってるだろうと思うんだけど、そういう感じで、これ動いてるんですよ、こうこうこうって。でその後こう、あの石がこう汚れているので、汚れがこうついたりしてるのね、うん、これ浮いてるのね、これも磁力で浮かしてると思う。ここでも割ってるっぽいよね、割って入れたのかな。これはまあ宮原くんに直接ね、また聞きますよ。宮原くん出てもらいましょうかね、これね、動画にね、うん、あのゲストとの対談みたいなのもやろうかなと思ってるんですよ。まあいろいろやってみようと思ってるんですね。うん、はいはい、はい、でこれはこれは丸いんだよね。これちょっとあのそのままだったんだけどね、はい、でこれはねこれ面白いよ。これが 石からね、こう USB でこう繋いでるわけよ。でここにプロジェクターがあるわけね。でここにノーシグナルって出てんの、当たり前だろっていうねでもいいよね。ただねこれ僕ね、あのこれすっごい良かったよ。これもねどうやって立ってるのかよくわかんないんだけどね、これめっちゃ軽いのかな、どうなってんだろうねこれ。あるいはここに中にこうブワッと浸透してるかどっちかだと思うんだけど、うん、これもうこれだけでものすごい違和感あるでしょう、ね、こういうことをやってるんですね。でね、宮原くんの作品はすごいいいと思いますよ。あの僕ね、あの要するにね、あのこれ本当にいろんな問題が絡んでるんだけど、この作品ね、簡単に言うとね、石の存在論やってるんですね。存在自体がどこにあるのかっていうのをですね、あの確かめることをやってるんだよね。で前回あの僕、紹介したのがリーサイでのリーサイギャラリーでのグループ展でしたけど、真っ黒い、まあ、光を 98% 吸収する黒の色を、まあ、いろんなものに塗ってですね、塗るという作品だったんですけど、それはやっぱり存在論の話ですね。でその時に光が大変重要になるっていうふうに、前回の作品は作ってたわけですけど、今回は、またちょっと違うわけですね。今回はまあ光の問題でももちろんあるんだけれども、これが空間の問題とかですね、あるいはですねそのデータの問題とかですねの方に広くどういうふうに広がるのかっていうのをこうちょっと垣間見せてくれるような作品なんですね。で問題は全て石にあるというふうにですね、で石にはまあ意志がないという、石にはですねこう、意識がね基本的にはないというふうに思うわけだけれども、ならばですね石の存在量って何なんだろうってことなんだな。つまり石の時間性とかですね、石の表面でもいいんだけど、石の 物理的なね表面性、そういうものを考えたときにまああらゆる問題が実は抽出されてくるわけですね。そこにこそ彫刻の問題も当然あるし、現代のにおけるですね存在論の問題射程っていうのは、まあ、広がっているはずなんですね。それをかなりですねシンプルな形で見せることができるようになってきているのは間違いないですね。彼、これ相当くだらないけど面白いよね僕これすっごい好きだったね、ノーシグナル。いいよね。これどうなってるのか分かんない。どういうシステムになってるのか分かんないんだけど、これどういうことか、これ本当につなぐところとか作ってんのかな、これ。分かんないんだけどね。これちょっと今度また聞いてみますけどね。これすごい、洒落てるよね。ね。ものすごくいろんなことができる作家なので、でもすごいいいと思います。はい。いいと思いました。はい。次。ナマズ、スクラップでやったですね、なんかこう、自分の家みたいなの作って、スクラップ集めてね、でこう焚き火したりとかいろんなことをするっていう、まあまあそういう映像とかもあってっていう感じでしたね。で、これですね、これをこうなんか焚き火用マシーンみたいなのを作ってやってるっていうことですね。で、これ、長畑智弘、あのジャポニカのメンバーですよ。ですね、はい、ともちゃんもここで作ったんだと思いますけどね。ともちゃんってやっぱあのこのもっと本当はね空間必要だけどね、でかいねインスタレーション作ってやったらもっと面白いんじゃないかなと思うんですけどね。アックスっていうあの漫画雑誌で連載してますけどね、ナンセンス漫画みたいなね。だから僕らの世代よりもちょっと古いのよね、だけどね、あのナンセンスの漫画って。だけどともちゃんそういうところからモロに影響を受けてこういうの作ってるんですよね。これやっぱなかなか広がりがあるからね、本当はね。だからまたもうちょっとね、なんかこう、もうちょっとなんかこう、なんていうかな、でかいね、場所で時間をかけて作らせるっていうことをやった方がいい作家なんですよね、本当は。
じっくり考えて作るっていうことをやらせた方がいい作家だと思うね、本当はね。もう自分のスタイルみたいな半分確立させちゃってるから、そこにやっぱり次のところをの一歩をこう、見せた方がいいと思いますけどね。はい。まあまあ、でも今はね、漫画やってるからあれなのかもしれないけど、まあまた次、またやってくれるでしょう。まあこういうタイプの作家ってもう今本当にいなくなっちゃってるからね。もっと見たいですよね。これが竹内幸太くんですか？公共のヌード彫刻ね、ラブドールの頭部をかぶせて撮ったと。ラブドールなんだこれ。へえ、ラブドール、最近こんなラブドールがあるんですね。そういうことらしいですね。はい、まあこれ全体上から見るとこういう感じね。はい、でこれ来ました、高橋さん。でね、高橋さんすげえんですよね。これもう何やってるか全然わかんないでしょ。あ、これ、これも作品っすよ、これ。光しかねえじゃねえかっつって。壁しかねえじゃねえかって。ちょっと寄るとね、うっすら見えてくるのわかります、これ。四角くこういうふうにこうなってるでしょ。でね、高橋さんは読んでやろう。ね、本作は、これってさ、なんて読むの？香りにけって読んで、書いて、なんて読むの？俺知らねえんだよ。気持ちの木ね。これは何て読むんですか？後期でいいんですね。はい、後期。はい、後期ですね。香る。あ、これなんか何にも俺映してないみたいに見えるな。だけどこれ映ってますからね。はい。でこれですね、本作は後期を用いた作品である。独自に調合した香油、香りの油を壁に、これは塗布でいいんですかね、している。この、香油に含まれる成分は、黄変性黄色くなるを持つように、よう調整した。香気は数ある表現の中でも最も早く消失するものの一つである。本作は香気が完全に放散した後、いつか表面に現れるであろう黄変をその痕跡としたが、それはあくまで香気の代替物でしかない。後期は一個に残しうるか、これは実のところフィジカルな素材を用いた作品すべてが抱える問題でもあるとね。素敵ですね。素晴らしいね。だから匂いの問題ですよね。だからね、嗅覚の問題なんですね。嗅覚と視覚の問題っていうものをの交差点っていうところにですね、この作品があるわけですね。で、まあ色が出てくると、香りこそがまあ最も強いとも言えますね。香りってすっごい聴覚とかね、嗅覚ってすごく古い感覚なので、もともとあるね、なのでまずい、例えばこうガスとかこう匂ってきて、なんかおかしいぞみたいな、そういう感じであるし、こう臭い匂いとか一番耐えられないですよね。ね、で目で見る、何かよりも匂いとかの方が耐えられないじゃない。音とかも耐えられないでしょ。ピーとかで鳴ってたら耐えられなかったりするじゃない。でそういうものなんですよね。だから非常にプリミティブなところに作用するものなんだけれども、それがですね、色を持って現れてくる視覚の方に変換されている時に、実はまあこのジャンプがですね、この感覚のジャンプみたいなところに芸術作品であるって考えてもいいんですよね。つまりそれは時間性の問題に関わってくるわけだけども、まあ言い換えればですね、これはラングとパロールっていうかな、会話っていうね、その音の揺れね、音の揺れっていうものですね、耳だけど、これは音の揺れっていうもの、空気の振動がね、あるっていうものが、残るっていうこともあるわけですね。それはですね、記述された言葉として残っていくっていうことがあるわけね。でここにはものすごい飛躍があるわけですね、本当はね。だから、まあ、それこそソクラテスって言葉残さなかったし、ブッダだって言葉残してないわけだけど、でもその会話っていうその空気の揺れだけでこう伝えていったわけだよね。それみたいなもんだと思うんですよ、後期って。でそれのリアリティみたいな、リアルなその揺れみたいなものをかろうじて残すっていうかな、っていうこと。そのだから、その当時の誰かが作品を削ったみたいなっていうことがどんどん忘れ去られていくんだけど、かろうじて残っている部分っていうのがあって、そこを見つけて作品の本質までぐーっと入り込んでいくみたいなね、
そういう作業を我々やってるわけよね、実はね。ね、であるいはそのどうでもいいようなところとか後から付け足されたようなものをさ間違ってさ解釈したりもするわけね。で僕はその間違い自体もいいと思うんだけどね。だけど間違い自体も歴史だから、いいと思うんですけど、そういうところに、いやでもかろうじて残る方に彼はかけるんだよね、やっぱり。でそこにも徹底的にこだわってみせるっていう、そのこうちょっとこう狂った感じを見せるわけですよね。狂った形でね形も狂ってるでしょ、やっぱり。だってこれだけだもん、これどうやって売るねんっていう話でしょ。でどうやって売れないから、まああのこのね、あの香水のあのあれあるじゃないですか、香水でよくこれあのよくくれるじゃないですか、香水屋さんで、あのこの先にこうピュッてついてるやつで、こうやってあの紙にこうやって匂うやつね、あれあれね、あれをこうキュキュキュッとこうね何本か置いてて、それ作品にしてましたね。はい、これすっげえかっこいい作品ですよね。はいね、高橋さんさすが。まあこういう風にこうちょっとこう違いがね見えてました。ちょっとこれ何で貼ったのか分かんないけど、はい、ということですね。でこれがですね、真ん中、真ん中は西澤智美さんですね、これ。はい、インクジェットプリント、サーフェイスとかね、いろいろ書いてあるな。あれこれはなんていう作品なのかな。インプレッション、サーフェイス、ラブラトリー。ああこれなんか口紅となんかあれだったな、なんかかっこいい作品でしたけどね、形が。はいはいはい。でこれはね、大崎春樹さんですね。大崎さんってまあ芸大の芸文みたいなの出てるんじゃないかなと思うんだけど、まあこれ元3331で展示されてたけどね、うん、ここに寝転んでみるんですよ、ここに。でそしたらここになんかデータみたいなのがバーッと出てるとね、これね、そういう作品ですね。はい、でこれ独山凡太郎ですね。これはね、これ何のデータかっていう、はい、これね、あの韓国のあの少女像ありますよね、慰安婦のね、あれを 3D データで撮るっていう作品ですね。はい、まあそういう作品です。で、これさっき言ったやつです。あの二藤健人くんの、この下にあの一番初めに見せた袋みたいなのが垂れ下がってるのね。で、ここ子供の形してるのよ。で、これを、これは ここにギュッとこう握った跡があるのよ。まあこれあの作品を僕は前回説明したんですけどね。リーサイギャラリーで、個展やった時の作品で説明し、個展じゃないか、グループ展か、説明してますけど、こうギュッと持ち上げるんですね。こうギュッと持ち上げるんですよ。あの石膏かな、これいろんなものを混ぜたものをギュッと持ち上げていくっていう、重力をこう逆に引っ張っていくっていうことをやるとね。で、さっきの重力にグーッと引っ張られてるって、こういう作品なんですね。こういう、まあだから上下でセットの一つです。はい、そういう作品です。ね。これもう一回さ、高橋さん撮ったのか。あ、これ実はだからほら、ここちょっと色変わってるでしょ、この辺とか。変わってたり変わってなかったりするのかな。めっちゃかっこいいよ、これ。あれこれ何、あ、これあれか。これね、石黒健一さんで、これ映像なんですね。ミクロネシアの方の、あ、違うか。これ竹内康太さんかな。竹内さんのある公共彫刻についてっていうやつかでしたね、失礼。でこれがあれですね、ミクロネシアのに、まあ、取材した映像作品、石黒健一さんですね。はい、まあまあそんな感じでした。はい、でこれね全体的にすごいいいんですよ。でまあいろいろね、好きな作家もそうじゃない作家もいるかもしれないんだけど、まあ僕、まあ宮原君とやっぱり高橋さんを僕は推したいですね、激推しです。まあ、竹内康太さんとかね、もちろんもう今すごいね売れっ子になってるしけどね、まあ、二藤君とかもそうだし、まあ、織原さんもそうだね。だからすごいいい作家はいっぱいいますよ。で、まあ、僕も直接関わりがある作家いっぱいいるわけだけど、本当にいい作家ばっかりです。で、でかい作品は出してないんだけどね、みんなね。だけど彼ら彼女たちの、コンセプトがですね、すっきりと分かるですね、とてもいい作品ばっかりですね、だと思うんで、ぜひ行ってみてください。彼らが行きますよ。これ見といた変な言い方だけど見といた方がいいですよ。彼らが行きます。
僕らよりちょっと下ぐらい、まあ一緒ぐらいの人もいるけど、だけど、まあもう彼らが行きますから、それぞれね、スタイルも違うから、みんな、いい作品どんどん作ってくれると思いますよ。力があるから、アイデアもいっぱいあると思うしね。みんなで応援してっていうかね、どん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 作品をね、やっぱりね、見ていくっていうことが大事だと思うしね。これから本当に楽しみですよね。ですよ。これもう勇気づけられる作家たちですから、なんか元気出てくるしね。すごい、いいですよ。ということでね、サステイナブルスカルプチャー、駒込倉庫の展示でした。はい、以上になります。はい、ということでですね、皆さんぜひですね、いいねと、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。はい、ということで、グループ